はい、どうも、ピクスイオスです。今回紹介するミニカーはですね、こちらの2台ですね。トヨタベルファイアとトヨタボクシー。まあ、ちょっとね、いかついイメージのあるミニバンでございます。まあね、こちら2台紹介していきたいと思います。じゃあ、まず開封していきましょう。わかんねえな。こちらですね。トヨタボクシー115番か、こっちは。先にアルファードとね、ベルファイアか。ね、こう開封していきましょう。ちょっと待ってよ。で、こちらか。ベルファイア。こちらですね。じゃあまずね、ベルファイアの方から、開けていきたいと思います。こちらですね。よいしょ。まあ、ベルファイアと同じで、なかなかね、重たい感じがしますね。サスペンションがね、結構、いきますね。もうこれぐらい車庫端でもね、あんまり。大丈夫そうだけど、大丈夫ってなんだ。続いてボクシーですね。開封していきましょう。こちらですね。スケールは65分の1で両方同じサイズですね。ではね、早速ね、見ていきたいと思います。まずね、ベルファイアの方から見ていきましょう。まあ全体的に黒い高級感のある黒ですね。まあ、実際の、まあ、ベルファイアも、なんか V8 エンジンなんか積んでるのかな？ V8 だっけ？ V6 だっけ？なんか結構パワーのあるね、廃屋エンジンなんで燃費が結構かさむらしいですけどもね。まあ、リアゲートが開きますね。まあ、ベルファイアね、乗ってる人、ろくな人がいないと言われてるぐらいね、無改造の車でも危ない運転が多いですね、本当に。逆に安全運転してる車見たことねえやっていうぐらい見かけないですね。本当に見かけたことねえな。で、ボクシーもね、同じく65分の1で、まあ、ミリバンとしてはちょっとベルファイアよりも、ベルファイアアルファードよりも小さいという印象ですかね。まあ、ベルファイアの、下位クラス、エルグランドとセレナの関係性ですかね、この辺は。車格的にも一緒なのかな。でね、なんかチップみたいなのがついてますけどもね、もうこの車になるとどうでもいいな。あ、でも取れたから大丈夫ですね。こちらもリアゲートが開閉ですが、可能ですが、スペンションはまあ、ベルファイアに比べるとそうでもないかな。まあ両方いかついですよね、やっぱり。まあボクシーもボクシーでちょっとそういうのが多いかなという印象がありますね。なんででしょうね。で、まあミニバンの改造車では近づかん方がいいと思うんですけどもね、この2台に関してはノーマルでも近づかない方がいいかなという感じです。本当に。平気でね、車走っててもこう、出てきますからね。お前このタイミング出てくるかよ、普通みたいなタイミングで、ね、出てくるんで、ね、バカ野郎って感じですね。続いてもクソもねえわ。今日はこの2台だけなんでね。まあね、アルファードとね、ノアもね、販売。まあノアはもうね、だいぶ前にね、廃盤になってしまって、夏ぐらいに廃盤になってしまって、ん？いつだっけ？結構前に廃盤になりましたよね。で、まあアルファード一応12番でまだあるんでね。まあ、比べてみるのも面白いかもしれないですね。ちょっと待って。こちらですね、アルファード。こちらもスケールは、65分の1で、もしかしてこれ、下、あ、やっぱそうだ、下は、
共通のパーツ使ってますね。で、番号とあと、この名前のところがね、変えられるようになってます。多分こっちのボクシーも、ノアと共通のパーツ使ってんじゃないかなと思います。まあね、まあ前から見ていきますか。比較。まあ、そうですね。やっぱ骨格は一緒ですね。ただ白いんで、白と黒でちょっと色があれなんでちょっと見にくいかもしれないです。後ろですね。クリアレンズでも使ってんですかね。まあこっちも一緒で。まあフロントですかね。アルファードよりも、やっぱ僕、ベルファイアの方がちょっといかついですね。ただアルファードはちょっとグリルがでかい。そんな感じがしますね。まあ、結構、初代アルファードが最近見なくなりましたね。それはそれとして。初代のね、クソでかいやつ。あのアルファード結構好きでしたけどね。でももう見かけないですよね。木造じゃねえわ、木調のウッドパネルとか結構、高級感あっていいんですけどね、あれも。すごいですよね、あれは。こういう高級ミニバンの革命児と言ってもおかしくない気がしますね。でもエルグランドの方がいいのかな。どうなんでしょうね。初代アルファードもね、もちろんトミカにありましたけどもね。初代アルファードあれな、この間、凱旋活、粉砕活動者が1台いたな。靖国神社の近くに。多分もう、そういう年代になってきてるんだろうなという感じがしますね。もう通常車両のアルファードであれは見たことないですね。正直。まあね、今回ね、このアルファードじゃねえわ、ベルファイアとね、ボクシーの2台と、まあ比較としてアルファード1台を紹介させていただきました。ご視聴ありがとうございました。また次回見てください。それでは。